はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、あの有名な歌えて3人トリオの肉チョムラーマさんと本日はねコラボの撮影の日になっておりまして、まあね、普段僕は大食い系なんでコラボする相手も大食いの人ばかりなんですけれども、まあもうその大食いではないジャンルの YouTuber さんとねコラボするってことなんで、 YouTuber らしい企画をやってみようかなということで、本日はねこちらを用意いたしました。 YouTube でもよくねいろいろ企画で使われているザソースっていう、このねめっちゃ辛いソースなんですけど、で一応ね辛さ指数っていう、まああの数値があるんですけど、このねザソースってものが約710万スコビルっていう数字でして、タバスコの約3318倍、唐辛子の中でも有名なキャロライナリーパー、これのね3倍辛いらしいんですよ。でまあね、あの肉チョムさんの、まあ、ゲローさんとコニーさんって、まあ、辛いのがねすごい苦手なんですけど、まあ、これやってね怒られないか心配なんですが、今回はねこちらのソースを使ってドッキリをね仕掛けていきたいと思います。はい、ということで本日はですね、はい、はい、ちょっといつもと違う感じなんですけど、すいません、はい、お邪魔しております。お邪魔しております。ちょっとあのお腹苦しい今申し訳ないですけど、もしよければ自己紹介もやっても大丈夫でしょうか。行きましょうか。せーの、肉チョム。肉チョムラーマでございます。お願いします。お願いします。私がゲルでございます。そしてコニーと申します。エタと申します。お願いします。お邪魔いたします。はい。ということで、まああの今日この動画の前に、はい、肉チョムさんの、チャンネルの方で、そうですね。ハンバーガー1万円企画を。はい。はい、我々1万円。はい。3人で1万円。ラスカさん1人で1万円。はい。まあ、その1万円企画、まあ、普通の1万円企画じゃないの、対決の形でやってて、まあ、なかなかね、YouTube ではないような動画になってるんで、まあ、ぜひね、その対決の結果は、肉チョムさんの方の動画で見ていただくとして、お願いします。僕の動画の今日、趣旨としては、はい、いろいろ考えてきたんですけど、お腹いっぱいでも何にもしたくない。なんで一応今日、まあ、YouTube なので、はい、さすがにね企画をしないと低評価しかつかないので、ね、じゃペヤングは買ってきました。一応なんで。普通にペヤング食ったら面白くないと、はい、であのちょっとアレンジ用のトッピングの食材も買ってきたんで、さらにかさ増しをして食ってもらおうかと。あんだけやった後に、はい、堪忍将軍だ。ただね、正直僕の方ではもう大食いはしたくないので、はい、ペヤングを目の前にあのちょっと皆さんのね、はい、チャンネルとかじゃ聞けないような普段の話とかをこっちで使わせていただければと思うので、すいません、ちょっと、はい、なんで、まあ、僕の動画では今回そんなような企画で、うん、はい、動画の方を進めさせていただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔します。ということで、はい、じゃあ僕の方で今ペヤング作ってくるので、はい、カメラ回しておきますんで、はい、使えないような話をずっと。どういうの。さて、今日一応ペヤング4つ買ってきてるんですけど、4、あ、じゃあ2つ、いや、3つはあのもう戸棚の一番奥に見えないように、はい、外してください。はい、ちょっと色は減らしてきますんで、はいはいはい。あ、なんかそういうの分かんない人なんですか。あってね。食べられちゃう。私も。え、でも本当にこういうチャンネル、まあ、結構コアなジャンルなの で、 そうですね、他のジャンル見てない方もいらっしゃると思うので、ちょっと改めて、はい、あのご紹介できればと思います。そうですね、僕たちこと知らない方の方が多いと思うので、あのお三方とも、まあ、あのニコニコ動画っていう、はい、歌い手っていうそのジャンルが、まあ、文化ですね、はい、があるんですけど、そういったジャンルであの歌い手さんとして歌を歌って、まあ、活動してる方々なんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔してます。僕、まあ、ちょっとすみません、全員ってわけではないんですが、まずその昔もう高校生ぐらいの時に、うん、もうニコニコを見てて、当時はゲロさんが大好きだったんですよ。いや、ありがたい、こんなこと言っていただけて。なんでその10年後とかにこういるのって感じですけど。僕からしたらね、ラスカルさんはね、もうこの PC の中の人、有名人みたいな方なので、すげーって見てますからね、いつもね。今日本当玄関ガチャって開けて、いるーと思って。いますよ。本当ね、夢のような、いや、そうですね、聞いてあげてありがとうございます。そんな中で
また今日これから無理をしてもらうという、いやーなんていうのこのなんていうんだろうな、このまあ絶対に訴えたら勝てるんだけど憧れの人にやる行為ではないからペヤング好きですから。いやーそろそろじゃないですか、もう伸びてきちゃうね。じゃあ、どうしよう。5分ぐらい繋いでもらえれば。なんでそんな長いんだろう。だから、やっぱ、ゾンビがなってるんだ。普段は強いから食べれる。普段もそれ知ってない。ちょっと待ってください、ごめんなさい。気に困るのよ、ラスカさんのチャンネルで、そんな、その、あれを向いて。あ、来ました、皆さん。コースなんですね。すいません、前田さんに。今、2品目がすぐ来ますので、ちょっと待っててください。小鉢スタイルか。ありがとうございます。あー、2品目ありがとうございます、はい、こちらですね、ありがとうございます。はい、今ペヤングの方で行きました。ありがとうございます、ありがとうございます。一応2品作ってきました、はい、なんでありがとうございます、ありがとうございます。なんて優しいんでしょう。こっちが、グリーンカレーですね。で、こちらがキムチと。一応今回は、はい、コンビニで買える食材でペヤングをアレンジしてみようということで。やっぱ大食いの方はやっぱ舌を超えてますか。そういうことですね。大食いの方はやっぱ舌を超えてますか。そういうことですね。いいですか、いただきます。じゃあ早速ちょっと、で、じゃあまあグリーンカレーの方から。そうですね、はい、ぜひいただきます。すいません、いただきます。いただきます。ありがとうございます。匂いめっちゃいいっすけどね、なんかスパイシーな匂いで。いただきます。いただきます。あ、うん、うまい。美味しいんだな。これなんかでも八角じゃなんかありません。ナンプラ？いや、多分タイカレーなんで、そっち系のココナッツとか。この匂いがちょっと俺がダメかもしれないですね。香辛料が僕ダメで。あ、そうなんですね。匂いとかがきついと。ちなみにザソースは相当きついです。ちょっとお水飲んで。僕これびっくりしたんです。結構好きでしたこれ。いい感じですか？ちょっといい感じですこれ。お、もう早っ。ここにはバケモンしかいない。自由だ。これいいです。じゃあちょっと僕グリーンカレー。チーキムちゃん僕いただいていいですか？あ、そうですね。え？なんかせっかくでみんなで食いたいなと思って。ああ、そう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 。輪を乱してしまって。すいません。逆に僕ちょっとキムチちゃん食いたくなってきたんですけど、じゃあもうぜひぜひ、いいっすか、じゃあ皆さんで行きましょうか。行きましょうか。いただきます。はい、これはもうまずいわけないですから、ね、キムチと半熟卵が、うわー、最高。はい、うん、あれうまっ。あ、待って待って、こっからこっからちょっとやられた、あ、やられた、やられた、やられた、あ、やってないっす。これマジ、これマジ、辛いのにか、やばい、これやってる、マジやってる。ボロボロじゃない、あ、これやってる、やってる。お茶の気合か。あ、皆さん、これカメラ撮ってますね。これ現行犯です、皆さん。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画で待ってた。終わらせない。これ、ごく激辛。ごく。これ何？これ何？じゃあ、何これ？ちょっと待って。え、待って、見たとこやばい。これ、ザ・ソース。ザ・ソースだ。やってる。やってるわ。はい、今ね、視聴者の、弁護士資格の方がある方、至急、あー、これいかん、いや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 、あ、あー、そう、これダメだ、ダメってこれ。
大丈夫ですか？一歩言っていいですか？皆さんの僕会えたんで自分の箸全部ついてて、あのタイカレーの時から死ぬかと思ったなんかおかしい、なんか時間かかってんなと思ったんだ。そういうことか。いや、マジ辛いっすわ、これ。これ分かりました。じゃあこれはね、ラスカルさんの宣戦布告と受け取っていいですね。こっからね、もう始まります。始まりますよ、これ。始まります、これ。なんかね、口が痛いんですよ。舌取りてえ。これなんか、ちょっと前まで世界1位だから、2位だから。なんだよ、それ。いや、全然辛くないっすよ、そんな。わけない、こんなっすから。こんなで。え、どれが辛さ。これはダメだ。ちょっと、ちょっと。さよならの、さよならのエンドトークをじゃあ。今日ね、いろいろあの僕の動画以外でもすごい、ね、面白い企画、肉ちょもさんの方で撮ってありますんで、ぜひね、ありがとうございます。そちらもご覧ください。ありがとうございます。見たことないですね。はい、終わりましょう。止めて。これどのがしですか？何ですか？あの昔の肉ともさんの最後のやつやりたいんですけど。何ですか？どんなやつですか？ああ、はい、わかりました。いいですよ。早くしてください。いきますよ。はい。チャンネル登録しろー。